ブノワアスーイコールエコとは、フランスパイコールドカレー兼アラス出身のサッカー選手。ポジションは、左サイドバック。ユニフォーム登録名は、アッソーエコット。2004年3月28日のパリ・サンジェルマン、FC 戦で、プロデビュー。ランスでの活躍を経て2006年夏、トッテナム・ホットスパー FC へ移籍。移籍金は350万ユーロ。入団当初は、 膝の故障に悩まされ、同ポジションであった、リサカエシャクの後陣を排していた。しかし、リサカエシャクの対談とガレスベールの不振も重なった2008から09シーズンからレギュラーを確保し、以前から指摘されていた、守備面も改善された。2009から10シーズン初戦のリバプール FC 戦で、プロ初ゴールを決めた。豪快な左足でのシュートであった。ベールのブレーク後もポジションを確保し、 近年のトッテナム躍進の立役者の一人となっていた。2013から14シーズンより、クイーンズパークレンジャーズ FC に、レンタル移籍生まれも育ちも、フランスで、フランス代表入りを選択することもできたが、フランス代表には、パトリス・エブラ、ガエル、クリシー、エリック・アビラルなどの実力者がおり、すでに左サイドバックの層は埋まっていたため、両親の祖国である、 カメルーン代表入りを選択。2009年2月11日のギニア戦でデビューを飾った。すぐさまレギュラーを確保し、2010FIFA ワールドカップのエントリーメンバーにも選出されたが、参戦全敗でグループリーグ敗退の屈辱となった。2014FIFA ワールドカップのエントリーメンバーにも選出されたが、クロアチア戦ではバンジャマン無に対し、頭突を見舞うを行い、 退場処分は下されなかったものの、次戦のブラジル戦はスタメンから外され、チームも前回に引き続き参戦全敗で、グループリーグ敗退の屈辱となった。アスエコと変則シューズとアフロヘアの、リユースパーズジャパンアスエコと変則シューズとアフロヘアの、リユースパーズジャパン。ありがとうございます。